皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケット TV の時間になりました。今回ご紹介する商品はこちらです。 WRM カットマン練習法パート1です。これは以前限定販売してた阿部さんのカットマン練習編パート0で出した時のアンケートをもとに作らさせていただきました。そしてそのアンケートで集めたカットマン70人分の悩みを細かくしっかり入れた形になります。悩みを教えていただきありがとうございました。内容も今まで出した DVD の中で一番多く5本組です。70人分、70種類以上の内容を作るまでに撮影から発売までおよそ5ヶ月かかりました。一つの技術に対して集中して深くやり込んでいます。やっている内容はカットマンの悩み、打ち方、練習法など幅広い内容で濃いです。そして今回も講師は阿部さんです。簡単に阿部さんの紹介をさせていただきます。元日本リーグで活躍して国際大会にも日本代表で出場した経験もあるすごい選手です。その阿部さんと作ったカットマンの集大成のような DVD になります。ではサンプル動画の方をまずはご覧ください。じゃあ次にキルカットなんですけども、キルカットも、まあ、大きく分けて2つあります。1つが、まあ、ボールを引きつけて、まあ、通常通りボールの下を回転をかけて入れるカット、まあ、こちらとしては相手としても読みやすく、あ、切れてるなって分かってるんでミスは少ないと思うんですけども、まあ、もう一つの方が、まあ、タイミングで切るカット、まあ、相手のボールの勢いを利用して打点を早めに切るカットなんですけども、これは ものすごい切れてて、まあ、攻撃側としても打ちづらいと思うんですけども、まあ、今からちょっとやってみたいと思います。今のが、まあ、普通通り切るカットなんですけども、まあ、特にポイントとしては、まあ、伸びきったところでやらずに極力顔を近づけて曲がった状態でボールの下をこする。でその時にインパクトを負けないようにスイングを速く薄く捉えてやるといいと思います。はい、では次にタイミングで切るカットをやりたいと思います。今のタイミングで切るカットなんですけども、まあ、しなりを効かしてボールの勢いを利用するイメージでこう切って、よくサーブで下回転を出すような感じがあると思うんですけども、こういった形で、まあ、捉えてボールの力を利用した捉え方をやるといいと思います。次にスマッシュの処理なんですけども、まあ、ドライブと違ってスマッシュだと、まあ、回転量もあまりなかったりとか、まあ、失速するっていうポイントがあるんですけども、まあ、スマッシュに関しては、まあ、一瞬抑えながらも、まあ、回転量のない分を自分で押し出す、まあ、もちろんスマッシュなんで威力があるんで最初に抑えながら回転のない部分をスイングで押し出す、そういうイメージでやるとスマッシュは安定して帰るのかなって思います。はい、今のなんかも、まあ、自分なんかはよくスマッシュ打たれる時なんかに気をつけるのが、自分の送ったカット浮いたのか
低いのか浅いのか深いのか、それによって自分が多少高くなったなと思った時にはもうスマッシュ来るかもっていうような自分は準備をするようにしています。できた時にはしっかり最初は抑え気味ながらも回転のない分をスイングで送り出す。これはラバーでなくても、まあ、裏でも表でも二歩でも全て一緒だと思います。はい、では次に左右のフットワークの強化練習を行いたいと思います。今の練習のポイントなんですけども、まあ、球出しする方はボールを受ける方がしっかりタッチしたのを見てから出すようにしてください。で、動く側に余裕がある場合はもうどんどん距離を遠くしてもいいですし、ね、こうタイミングを多少早くして流れでやるのもいいと思います。で、その中で例えばタッチするものこういったものがないときは例えば人を置いてタッチしたりだとか線を引くなりして何かしらの工夫をして、まあ、行うと、まあ、いいかなと思います。はい、では次に先ほどはバックに続いて反転してフォアにブロックしたんですけども、もしもバックに続いて、まあ、相手の方がフォアに打ってきた時に、まあ、イボタカでのフォアハンド対処をやってみたいと思います。まあ、普段、まあ、フォアをイボで打ったりとか表で打つことっていうのはないと思うんですけども、まあ、その時はもう自分が普段フォアを持ってたとかイボになったつもりでもう中途半端にせずに打っちゃってください。その方が、まあ、逆にいいと思いますので、まあ、理屈うんぬんではなくもう普段から自分がそういう使ってるような感じでイメージして打つといいと思います。はい、では次にフィッシュの練習をやりたいと思います。まあ、フィッシュの意図としては、まあ、普段バックカットするだけでなく、まあ、下回転の回転だけでなく上回転も混ぜて相手のラケット角度を狂わすのが一番の目的です。まあ、それでフィッシュやりながらも、まあ、余裕があったりとか、まあ、攻撃力がある方でしたら引き返したバックドライブをやってもいいと思います。フィッシュのポイントとしてはただ当てるだけでなく、まあ、相手の回転を利用して、まあ、上をこすりながら相手の台へ送る、そうしながらもう相手をどんどん詰まらせるイメージで前に送っていってください。で、相手を見ながら相手の打つ瞬間を見ながらもうこっちも構えて、で、余裕があった際に巻き返しのバックドライブをやると、まあ、相手もよりラケット角度が狂ったりとか無理をしてくると思います。はい、じゃあ次に、カットからのバックハンドスマッシュの練習をやりたいと思います。
今のポイントとしては、まあ、自分がいいカットをした際には、まあ、相手がついてくるんじゃないかっていうのを多少予想にした上で、まあ、前に行くのを意識して、でそこからカットから前に行く力を利用してボールに伝える、弾く、そうすると、まあ、安定して入るのではないかと思います。はい、では次に自分が、まあ、練習や試合の中で、まあ、編み出した必殺技をちょっと披露したいと思います。試合ではかなり使える戦術かなと思うんですけども、まあ、最初の頃はずっとストップのボールを相手のこっちからストレートに集めて、で勝負どころに限って、まあ、ストレートにすくふりをして軽く払うと。大体これやると相手動けません、正直なところ。で点かなりの確率で点数にもつながると思うんで、まあ、この払うのは全力じゃなくていいので、軽くでいいので払うようにしてみてください。その時にもういかにもつくっていう気配の中で弾くようにしてみてください。どうやったらいい戦術が考えられるかっていう、はい、こういう質問がまず頭に来るんですけれども、はい、これは阿部君的にはどういう。そうですね、自分なんかだと、まあ、試合で特に気をつけるのが、まあうんまあ、ストレートで勝つっていうよりも最後セットオールジュースで勝つっていうことを考えたときに、まあ、本当に3セットスパンではなく5セットスパンで物事を考えて、まあ、最終的に最後の 1点を取るためにどうやって組むかって考えたときに、まあ、自分は結構シンプルに考えるんですけども、フォア側から打たした方がいいのか、バック側から打たした方がいいのか、もしくは自分が攻めていった方がいいのかとか、カットの変化はナックルに強いのか切ったのに強いのか、でそういった中で自分の、まあ、1セット2セットを使って、まあ、情報を集めて自分の中で、まあ、3セット目あたりから本格的な攻めに入るというか、まあまあ、事前の情報とかも相手のもあるんで、例えばフォアが強かったりバックが強かったりとか、まあ、ブロックがうまいだとか、そういったなんか情報も集めながら自分で実際にやってみて、その打った時の相手の取り方、攻めた時の攻めた雰囲気、点を取った時の相手のそのしてやったりっていう表情、そういったものを何ですかね、相手の雰囲気を見逃さない、常に分析しながら相手の表情を見て、でそういった中で、あこの試合は打った方がいいのか守った方がいいのか、打つコースはどっちから打たすっていう形で、もうその弱点が見えた際は徹底的にそこだけ攻めますね。基本的にはフォア側から打たすのを基本としてますね、僕は。まあ、この戦術ってあるんですけれども、はい、こう言い方を変えるんであれば、いかに自分の持ち味を出せるかっていうことになるんだと思うんですよね。そうですね。うん。それで、まあ、これは私のいろんな経験も私もあるんですけど、例えば低いカットが持ち味な、まあ、私の場合低いカットが持ち味なんですけれども、低いカットが好きなタイプもいれば、そうですね、大好きな方もいますし、うん、苦手っていう方もいますし、はい、それによってやっぱりその時によってそういう相手にはやっぱりちょっと高めに浮かせたりとか、はい、やっぱり自分の引き出しというものをなんかこうたくさん用意しなきゃならない、そうですね、っていうことだと思うんですけど、はい、自分なんかはですね、まあまあそうなんですけど、やっぱり自分がやりやすいプレーよりもどうしたら相手がやりづらいかなっていうのはやっぱり第一段階に考えますね。まあ、もちろん自分の好きなプレーをして勝てるんであればそのプレーを突き通して全然 OK、はい、なんですけども、まあ、自分の好きなプレーと相手の得意なプレーが噛み合った際に、まあ、自分の方が総合的に負けるなって分かった際には、自分のやりたくない技術
本当は怖い技術でもそれに徹しますね、はい、それが自分の中で本当にもうやるべきことをやって負けたなら仕方ないと。で一番はそうですね、自分でカットミス、ネットミスとかしょうもないミスをして負けるぐらいなら打ち抜かれて負ける方が自分は全然いいんで、あ、はい、そこは気をつけてますね。はい、サンプル動画どうでしたでしょうか。私自身この DVD を見た時のまず第一印象は、ここまで細かく親切に教えてくれるカットマンの DVD は他にないと感じました。さすがに70人分70種類以上ということで内容が非常に濃かったです、まあ、これはまあ先ほども言ったんですけど、まあ、繰り返し強調するぐらい本当にいい内容になっております。で他にも阿部さん自身の体験や戦術、倉さんとのカットマンの対談、普段聞けないカットマンの興味深い内容盛りだくさんです。私自身聞いてて非常に勉強になりました。カットマンでない私が興味深いと思うので、カットマンの選手からしたらもっと興味深く感じる DVD になっていると思います。これが1本あれば皆さんの悩みも解決できるかと思います。あとは指導者の方がカットマンを指導するのに悩んでいる方意外と多いと思いますが、その分からない技術だけを選択してしっかり見れるため、指導者が教えるためにも非常にいい内容になっています。全体を通してうまくなりたいと思っているカットマンの方はもちろん、弱点があって悩んでいるカットマンの方や、強いカットマンは普段何を考えているのかを知りたい方、指導者でカットマンを強く育てたい方はぜひ見てください。では倉さんの方から話を聞いてみたいと思います。では倉さんどうでしたでしょうか。はい、あのパート0で見ていただいた方の意見というのを、たくさん掘り下げて阿部くんが細かくアドバイスをしてくれている、それを形にしてくれている DVD だと思いますので、内容は非常に濃いかと思います。で特に私も、まあ、編集とかいろいろ撮影とか携わって、一番この感じたと言いますか、私もともとカットマンではないので、カット打ちをさせるために始めたカットマンですので、まあ、ある意味独学で覚えた感覚でいますので、その阿部君のその本当に第一線で活躍した方の目の前にした時にですね、まず一番驚いたのがですね、打球音なんですよね。しっかり音が鳴ってるんですよ。普通カットだと擦るとか弱く当てるとか、なんかそう吸収するとか、そういう何ですかね、マイナスといいますか、当てちゃいけないんじゃないかっていうイメージがあったんですけど、音がすごく高いんですよね。でしっかり当ててるといいますか、それがまずすごい驚いたんですよね。そこであと次にですね、この DVD の中でもおそらく阿部君が何度も口を酸っぱく言ってるかと思うんですけど、ボールをしっかり引きつけるっていう言葉をよく使っています。でもう DVD 見てもらうと分かるんですけども、本当にですね、スイングできないんじゃないかっていうぐらいまで本当に限界、自分の体のそばまでボールを引きつけて打ってるっていうところを、特にカットマンを指導されてる先生方にぜひ見てほしいなと思うんですよね。打点が高い方がいいんじゃないかなっていう意見もよくあるんですけど、今回のこの阿部くんの DVD は引きつけるということをなんか一つのテーマにしているようなところがありますので、引きつけるというところをしっかり見ていただけたらいいなと思います。あとそのカットをするときにですね、スイングと一緒に膝を曲げている方がいらっしゃるかと思うんですけど、阿部くんの DVDを見ているとですね、膝を曲げてからスイングしているケースが多いんですよね。こういうところもちょっと見てほしいなと思うんですね。あとはカット自体の返球のスピードがゆっくりなんですよ。すごく速いカットではないんですよね、決してね。でボールがゆっくりなので
阿部君自身も次の体勢に入りやすい、ゆっくり返すというところも見てほしいですね。でカットとちょっとまた正反対なんですけども、突っつきの場合なんですけども、台に近い時の場合の突っつきが鋭いんですよね。すごくカットのゆったりとしたスイングとちょっと違いまして、直線的で鋭角的に入ってくるというところも見てほしいですね。あとそのつぶたかでの突っつきっていう練習方法といいますかところもあるんですけれども、そのつぶたかで突っつく時のラケットの角度、こういったところもちょっと見てほしいなと思います。非常にですね、本当にあの内容濃いので、ぜひ見てですね、あの皆さんの役に立ててほしいなと思っています。こんなところですか。はい、はい、ありがとうございます。WRM カット練習編パート1です。5本組になります。皆さんのご注文お待ちしています。ありがとうございました。